リスクの迷宮、リスクの迷宮。 こ,うこ,うこ,うこんにちは、ナビゲーターの伊藤田です。今回はビギナーシリーズボリューム20の動画ですね。まあ、なんだかんだ言ってボリューム20まで来ましたね。ご覧いただいてる皆様、ありがとうございます。前回はですね、定量リスク分析を話を単純化してですね、シンプルにお伝えしましたよね。今回はですね、リスク分析した結果をまとめたり、リスク対策を管理したりするリスク管理表、リスク管理表をシンプルにお伝えしたいと思います。引き続きですね、ビギナーシリーズでは分かりやすいように脅威のリスクのみを扱いますね。 今回も私の著書であるプロジェクトマネジメント実践講座の内容を分かりやすーくお伝えしてまいります。もしよろしければこの書籍を手に取っていただけると嬉しいです。ちなみにですね、以前の動画でリスク登録簿、リスク登録簿のお話をしましたけど、リスク管理表っていうのはこのリスク登録簿にリスク分析をした結果とかですね、リスク対応策などの情報を追加してったものなんですよ。なので、リスク登録簿とリスク管理表は繋がっているものと考えていただけると嬉しいです。まだですね、 リスク登録簿の動画を見てない方はですね、この動画からご覧ください。 このリスク管理表ってものは、詳細なものはですね、本当に詳細まで書いていくものなんですね。まあそうなるとですね、もう何時間も講義する形になっちゃいますんで、あともうそもそもやるのが嫌になっちゃうので、今回はですね、ビギナー向けにもうこれだけは管理してっていうものに限ってですね、紹介します。ちなみにですね、P&P m を受験しようかなーって考えてる方も、もしかしたらこのビギナーシリーズ見ていただいてるかもしれないんですけど、P&P m 受験を予定されてる方はですね、この動画でお伝えしたことに加えて、まあ最 最低限ですね。二次リスクとか、コンティンジェンシー計画とかですね、残存リスクとかはしっかりと押さえといてくださいね。まあ、ちょっとだけ説明しておくとですね、二次リスク、二次リスクっていうのは、リスク対策をした結果、新たに生まれるリスクのことです。例えば、風邪予防のためにですね、マスクをつけるという対策をしたことによって、口の周りがマスクでかぶれるとかですね、 そういう対策をしたことによって、新たに発生するリスクのことです。もうこれをですね、ビギナーの方に説明すると、もうリスクの迷宮、リスクの迷宮。もう本当にね、そういうのに入ってしまうので、この動画では割愛します。まあ、さっき言った残存リスクとか、コンティンジェンシーとかもですね、ここでは割愛しますけど、興味のある方はですね、恐縮なんですが、書籍をご覧ください。まあ、最低限ですね、情報をまとめていただきたいリスク管理表のイメージとしてはこんな感じです。 そんなもってですね、リスク内容、リスク内容のところに定量定性リスク分析で使った付箋に書いてあるリスクの内容をですね、記載します。あとでですね、このリスク何だったっけってならないように、リスクは具体的に、具体的に書いておいた方がいいです。本当にね、後で時間経ってから見るとですね、このリスク何だったっけってなっちゃうので、そんなもってですね、次に定量分析、定量分析した結果を記載していきます。以前の動画でご説明した該当するリスクの 各軸のですね、数値とリスクポイントですね。まあ、発生確率がいくつだとか、影響度がいくつかとか、その掛け算したリスクポイントはいくつかとか、そういうもんですね。まあ、以前の動画見られてない方はぜひご覧ください。でもって次の項目にですね、リスク対策区分、リスク対策区分っていうのがあるんですが、これはちょっと後で説明します。じゃ次のリスク対策内容、リスク対策内容ですね。これをですね、そのリスクに対して、対象となるリスクに対してどういうリスク対策をするのかを記載します。 このリスク対策内容も、後で、これなんだっけってならないようにですね、具体的に、具体的に書くことをお勧めします。そんでもって次に、リスク対策にかかるコスト、あとはですね、そのリスク対策をいつまでにやるのか、もしくはいつからいつまでそれを実施するかなどの 時間的要素を記載していきます。で、さらに次にですね、リスク対策内容をやった結果、実施した結果、そのリスクの各軸の数値、発生確率がどうなったとか、影響度がどうなったとか、この数値がどうなって、リスクポイントが結局どうなるのかというのを記載していきます。例えばですね、わかりやすく説明すると、対策前、リスク対策前は発生頻度3で、影響度も3。 えー、従って 3×3 でリスクポイント9のリスクがあったとしますね。で、このリスクに対して、とあるリスク対策を実施しましたと。そして、リスク対策をした結果ですね、発生頻度1、影響度3になりましたと。 したがって、リスクポイントは1かける3で3になりましたと。このですね、発生頻度1、影響度3、リスクポイント3を、リスク対策後の数値に入れていきます。ちなみにお伝えしておくと、定量分析、定量分析の時から、このリスク管理表を作っちゃった OK です。以前の動画でご紹介したようにですね、例えば対策前の各種数値を入れてですね、 リスクポイントの高い順から並び替えてどこまでリスク対策をするのかを決めてもらってもいいですしリスク対策前とリスク対策後のリスクポイントの変化とリスク対応コストを見てですねリスク対策の費用対効果を見るのも OK ですこういうようにですねリスク管理表は簡単に言うとリスク分析に使ったりとかですねリスク対策情報を管理したりとかリスク対策の進捗を確認したりとかですねいろいろなことに使 使えるんですよね最後にですね、さっき後で説明しますとお伝えした対応策区分、対応策区分のお話をしたいと思います。脅威のリスクのですね、対策カテゴリー、対応策区分はですね、4つあるんですね。それは、回避、転嫁、 軽減需要ですこのビギナーシリーズの動画をですね、これから PMP 受験しようかなーっていう方も見られてるかもしれないんですが、PMP を受験される方は、これに加えてですね、エスカレーション、エスカレーションという区分がありますけど、ビギナーシリーズではちょっと省きますね。このですね、対策カテゴリーっていうのは簡単に言うと、 リスクをどう対策するんですかっていうカテゴリーのことです。まあ、実はですね、このカテゴリーはプロジェクトマネージメントだけではなくてですね、学問としてのリスクマネージメントでも利用されていて、むしろプロジェクトマネージメントがリスクマネージメントを取り入れてると考えた方がいいです。なので、この4つの区分はワールドワイドで使われてるということです。まずですね、リスクの回避。回避っていう対策っていうのは、まあ、簡単に言うとですね、リスクを取り除いちゃう。取り除くという策です。もっと簡 簡単に言うとですね、さっきご説明したリスクポイントをもうゼロにしちゃうっていう対策です。え、そんなことできんのって思ったでしょこれはですね、ぶっちゃけ言うと、あまりリスク対策では使われません。まあ、リスクをですね、完全にゼロにするっていうのはね、ちょっと難しいんですよね。まあ、あるとすればですね、例えば、伊藤田のこの YouTube の、まあ、こ皆さんの動画の下にですね、低評価ってありますよね。この低評価のボタンが押されるリスクをゼロにする方法は何があると思います確実にゼロにする方法が が一つあるんですよ。それは伊藤だが YouTube をやめるっていうことですよね。まあ、つまりやめちゃえば低評価を押されませんよね。まあそうなんですよね。そもそものタスクなどをやめるっていうのが 回避策に多いんですよね。これ実際のプロジェクトでもそうです。まあ、例えば100個アクティビティがあったとしてですね。この1つのアクティビティがめちゃめちゃリスクが高いと。まあ、そこで何かがあったらプロジェクト全体が大きな影響を受けてしまうと。そういった場合はですね、この1つのアクティビティをやめてしまえっていうことがね、結構重要なんですよね。でもって次にですね、転嫁。転嫁っていう対策カテゴリー。この対策はですね、リスクを第三者に転嫁移転するっていう対策です。まあ、リスクをお願いします。みたいな。 感じですまあ、あくまでもちょっと私の経験で恐縮なんですけど、まあ、例えばですね、原材料の為替リスクっていうのがあったりとかするんですよね、プロジェクトによっては。まあ、これをですね、契約とか金融商品でですね、転嫁するとかですね、あとはですね、何かの金銭的なリスクに備えて保険、保険に入るとかですね、まあ、こういった場合はですね、実際のプロジェクトで扱ったことはありますね。まあ ですね。リスクを第三者に転嫁するので、ま自分たちのリスクポイントはゼロになりそうなんですが、ま実はこのゼロになる部分が。 お金とかですね、そういった部分ですね。まあ、そういうのが多いんですよ。例えばですね、この動画を見られてる皆さんは会社に所属されていたりとかして、まあ、個人情報をちゃんと守れっていうことをですね、言われてるかと思うんですけれど、例えば個人情報の漏洩リスクを転嫁するって言って、まあ、例えば損害保険などに入った場合ですね、転嫁できるのは損害賠償リスクだけで、まあ、会社の信用とかですね、お金以外のリスクっていうのは完全には転嫁できないですよね。で、次がですね、 ね、いよいよリスク対応策区分のですね、王様ですよ、王様。リスク対策で一番多いのが軽減策、軽減策です。この軽減策っていうのはですね、まあ、簡単に言うとリスクポイントを下げるような対策です。何か対策を実行するとリスクの発生頻度や影響度が 下がるよ、みたいな感じのイメージです。まあ、この動画でもお伝えしましたよね。発生頻度3、影響度3、リスクポイント9のもので、何か対策を実行することで、発生頻度1、影響度3、従ってリスクポイント3みたいな、9から3に下がってますよね。こういうのを軽減策、軽減策って言います。最後はですね、需要、需要、需要策です。この需要っていうのはですね、リスク自体は把握してるんだけど、そのリスクを受け入れるということです。ビギナーシー シリーズのですね、リスクマネジメント系の動画で今まで説明してきたようにですね、もうリスク対応はもう切れないんですよ。切りがない。そんなもって対策するための経営リソースも限られてるんですね。なので、やばそうなものから優先順位をつけて対応していくってお伝えしましたよね。ということは、リソースの関係上ですね、リスク対策ができなかったリスクは必然的に それを受け入れる、受容することになります。ちなみにですけど、前回の動画と関連するところで、リスク軽減策でですね、リスク対策をした後にもですね、リスクポイントが残ってますけど、その残されたリスクポイントがですね、プロジェクトで決めたリスクポイントが何ポイント以上だったらリスク対策しようっていう基準値よりも低ければ、この残されたリスク、これを先ほどちょっとご紹介した残像リスクっていうんですけど、 この残像リスクを受要するっていうことになります。まあ簡単に言うとですね、プロジェクト全体で6ポイント以上は対策しようと決めたとしますね。で、さっきの例だと、もともとリスクポイントが9だったものに対して何か対策をしたことによって3までリスクポイントが下がりましたと。で、プロジェクトでは6以上のリスクポイントに対して対策しようって基準が決められてましたから、この3ポイントになったリスクっていうのは、 もうリスクはゼロになってないですけど、3っていうのが残ってますけど、まあこれは受け入れようということですね。またこれもちなみになんですけど、実際のプロジェクトではですね、需要したリスクに対して何もしないっていうことはないんですよ。じゃあ何をするかっていうと、コンティンジェンシー計画、コンティンジェンシー計画っていうのを立てます。まあこれもですね、横文字で本当にわかりづらいんですけど、日本語で言うとですね、 緊急時対応計画、緊急時対応計画と考えてもらえればと思います。まあ、どういったことかっていうと、こう、受け入れた、受容したリスクが万が一発生しちゃった時にですね、最初の行動として何をするかという行動計画を決めといたりとか、あとはですね、対応計画をあらかじめ決めておいたりとかですね、まあ、ビギナーシリーズではそこまで細かく話しませんけれども、そういうふうに何か起こった時にどうしようかみたいなのを決めとくこと、これがコンティンジェンシー計画だと思っておいてください。今回ご紹介 ただければと思います、まあ、ただですね、ビギナーの皆さんは今ご説明したものを実際のプロジェクトでやるだけでかなりお腹いっぱいだと思います。ということで、シンプルなリスク管理表に関するお話でした。この動画がですね、皆さんの何かのお役に立てれば嬉しいです。これからもですね、ビギナーシリーズの動画をどんどんどん,どんアップしていこうと思いますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ Bye.